どうも、黒瀬です。ですね、令和2年、現在午前6時、半ぐらいですね。風が、はい、すごいですけど、今から東京に行きたいなと思います。 NHK をぶっこーす。私は今、岡崎サービスエリアに着いております。はい、ね、岡崎といえば、ね、皆さんご存知のように鳩山浩一さんでございますね。政見放送、ご存知でしょうか。小心者の私には NHK をぶっ壊すなんて言えません。立花党首のように NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊すなんて言えませんっていうのがね、まあ非常に、個人的に大好きな、私でございます。どうも、クロスです。令和2年のですね、1月31日、現在午前のですね、10時15分頃でございます。今ですね、あら、すいません、今はですね、岡崎、サービスエリアに来てますけども、まああれですね、僕もまあいろいろですね、その、あの高速のサービスエリアいろんなとこ行ってるんですけども、もう5本の指に入るんじゃないかっていうぐらい綺麗ですね。もう素晴らしいですね。なんですかね、フードコートもめちゃくちゃ充実してますし、トイレも綺麗ですし、もう素晴らしい、サービスエリア、やなと感動してます。そしてですね、私、ちょっとですね、この、ちょっと気になった商品を買ってみました。見てください皆さん、じゃーん、でん、茶色のやつっていうことでね、はい、なんかね、あんこが入ってるんですけど、大あん巻きというやつ、ちょっと今から食べてみたいなと思います。うん、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 もちもちっす、もっちもち。さっきまでね、ちょっとね、バスに揺られて寝てたんですけども、やっぱりバスね、まあ、料金がね、やっぱりちょっと安いっていうところがあるんですけども、バスの、そうですね、まあちょっと嫌やなと思うところも正直ございまして、あんまこういうのちょっと言うあんま本当好きじゃないんですけど、まず一つ目がですね、何個あんねんって感じなんですけど、まず一つ目が乗車している人の誰かのアラームが鳴り出すっていうやつなんですよね。で、僕多分言ってしまうタイプなんですよ。その人が寝てて、アラームがバーって鳴ってたら、あ、アラーム鳴ってますよって言うタイプですし、言いたいんですけど、今日は誰が鳴ってんのか全然分かんなかったです。はいはい、今も鳴ってるかもしれません。分かりません。うん、結構ですね、ボリュームあります。これ1本ね、190円です。皆さん、岡崎サービスエリアに寄った際は必ず大あん巻きチェックしてください。まあまあ今ね、バス乗って、東京向かってますけども、まあほんまに、まあいろいろ大阪でもう皆さんにですね、本当にいろんな会をしていただいてですね、送別会していただいて、もう本当に感謝、もう感謝感謝でしかございません。
はい、もうありがとうございます。本当にもう本当にありがたい限りで、もう何回送別会ねやっていただいただろうと思うぐらい、まあ、いろんな方に送別会していただいて、本当に皆さんこの場を借りて、お礼お伝えしたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあね、東京で、しっかりやっていけるようにですね、まあ、やっていきたいなというふうに思ってますけども、まあね、もう35歳でね、もうとまあね、ちょっとね、まあガンガンチャレンジしてね、やっていかなあかんなっていうところなんでね、まあ、しっかりね、ちょっとね、頑張って体力つけてね、やっていかなあかんなと思ってますけども、はい、まずね、やっぱこの、まずこのやっぱ大あん巻きを食べるっていうことです。これをバクッと、それじゃあまた東京着いたら YouTube 撮っていきたいなと思います。じゃあね、 NHK をぶっ壊す。